というわけで翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。今回ちょっと声を下げ気味で今週行こうとしてるんですか？なんでそういうこと言うんですか、ね、前の時もそうですけども、ね、やかましいという言葉がたまに出てきちゃうんでねいやこれはねもう本当に僕の昔からの、うん、もうなんて言うんですかね、改善点、うん、っていうかまあ弱点というか、ウィークポイントなんで、ほら、まあ、翼君は編集してるでしょ動画をね、はいはい、しますで僕はほら、うん、必ずもう一回翼君のね誤字がねえかとチェックするんだけど、はいはいはい、翼君うるせえなとか思う時あるんですよ、うん、ね、だからこれがちょっと耳障りに、僕も一視聴者としてすごい耳障りに感じたんで、僕も編集してて耳障り、うるせえなと思った。本当にうるせえうるせえし、まあ、これは多分見てる人もあると思うんですけど、うん、スタッフさんが喋ってるところにかぶっちゃうもんだから、うん、まあ、これパパっていうのも言われてましたそう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 、うん、でもね、まあ、これはね台本がないから、どこまで僕が喋るかとかで終わったようで終わってないっていうのも僕やりますんで、うん、そう本当にここだと思ったね、それに戸惑っちゃってるね。はつっつこれでもそうそうそう、結構ね昔を遡ってみたばかりですけど、うん、スタッフさんが終わったと思って僕が話してスタッフさんが喋ったと思ったら僕はキュッと引くことがあったんですよ、うん、その時若干変なコメントがあったんで、うん、それはしないようにとしたんですが、うんうんうん、まあ、その結果今度は聞こえねえと、うん、まあ、ちょっと改善中なんでね、まあ、ほら翼くんが話しても僕が被せていくっていうのはこういうスタイルで僕はやってますからね、僕はそれを売りにしてますから、そこもディスられたことありますからねそう本当に話す人の話全く聞かねえなと、まあ、そういうスタイルでやってるはいはいはい、まあ、だからその辺はちょっと改善してますが、うん、まあ、今回はちょっと声を落とし気味にしてるというのは言わなくてもよかったんじゃないかなと思いますが、うん、なんでもまあね、その思惑は僕言っちゃうのね、やめて本当に本当に恥ずかしいわ。これ昨日ライブをやったって手の1本目が今上がってるわけです、いやーライブ盛り上がった、いやー素晴らしかったですねすげえスパチャもらったかな、ね、あれあんだけちょっともらえたと思ってなかったですよ、多分パパンティ1万くれた、うん、いや本当パパンティさんもねすごく忙しい中わざわざ来ていただいて、うん、そうなんかほら何ですか、1500人記念を当てるんで、うん、こっちも出資しておきますよ、はい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 、うんうん、あの点々で草とかやっちゃってね、 3万を取るつもりで1くれました、うん、いやこれはだから2万還元なもんだ、うん、そうそうそう、ありがとうございます本当にね、うん、実はそんなことでね、はい、タクトですよ、はい、まあ協力戦、協力戦、はい、前回のね動画撮りが31日だったんです、そうです1月、ね、だから協力戦の最終日だったんだよね、最終日か、そうですね、はい、だから、まあ、協力戦の話とかあんまりしなかったんだけども、うんうんうん、まあ大変だったよね、いやなかなかの不評でございましたね、うん、これはで、まあ、あとエルドラド、はい、強かった、いや素晴らしい、これ本当にすごい、これをね言えなかったからね、あ一周経っちゃう、まあ、この昨日のライブで言ってる可能性はありますけど、ありますよね、エルドラドの誰かがいたら僕は言ってますけど、まあでも本当にすごいことをね、うん、エルドラさんがしたらお手上げですよ、はい、うんうん、でね、まあそれが終わって、うん、でまあ、今本当にギルド、大会の防衛登録中です、防衛登録中になってますけど、はい、これダンマンのやべえです、ん、現時点で2人しか登録してない、お、これはまずいのでは、出場できないあと8人か、8人、あ、これ8人は10で出ると頑張んないが絶対勝つじゃん、うん、マスター制覇でしょ、そんなんというのもさ、はい、やることねえのよ久しぶりに、それは虚無という意味での、いやそうですそうです、いや虚無はいつもあるんだけど、はい、もうほら僕ランクとかレベルカンストしちゃってるんですよ、うん、すでにね、はい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 、でまあほらこの今回のあの何でしたっけ、スイーツトロルのイベントって、はいはい、ドロップが結局1体しかいないでしょ、そうですね、A のやつとマーク武器ぐらいですか、だからこれね正直いらねえキャラでも2つ3つぶち込んどかねえと本当にやることねえんだなと思って、うん、いるんだあのキャラたち、そうあれをやあれでやってるつもりなんですよ、だからなんか一周回ってね、よーし貫突しようって、うんうん、あれごまかされてるんだ、だからやばいじゃん運営の方法、それをやらないと本当にやることない、僕なんと昨日、はい、7割で終えてしまいました、まあ、それでも僕より多いけどね、今皆がねこの、うん、皆が何でしたか、あのほらかけらね、招待状のために、招待状を取るために、はい、何でもとにかく忘れますよ、そうやってるやってる、はい、この時は翼くんだって20割するべきなんですよ、本当は、ね、20割はないけどスタミナ層が50個減りました、うん、うん、まあそういう感じですよ、なのにもかかわらず、はい、7で終えてしまいました、なんでわかんないですけどね、本当にねえと思って、いやむしろ7割どこでやったのっていう気になる、7ですか、はい、とりあえずアフレスタからビートどっかでやりましたけど、もう意味が分からないですよ、あれだ、クリスタルのところね、クリスタルのところ、ああ、あそこをとりあえずひとしきりやって、はいはい、うん、終わり、終わりですよ、で僕最近クリスタルのところも常に6回にしとくんです、うん、ああなるほどね、そうすれば絶対間違いないです、そうかそうか、それはそうです、ね、倍になった時にね、はい、だからもう常に6回でやって回復して終わるって、もうそんな感じなんですね、いやでもなんかねやっぱ本当にないんだなっていうね、やることで、やることがまあまあある意味確かにイベント的なことに関しては今回周回作業もないわけですから、うん、だって育てゲーでもあるわけですよ、ドラクエっていうのはね、まあね、それが終わると、はい、もう今本当にこの上位勢は、
ランク9の解放を、はい、今待ってるわけだけど結局そうなったらなったでまたなんかね面倒くさいことが起こるし、はい、また何か枯渇するだなんだと出るわけで、うん、今やっとゴールドとかもみんなね落ち着いてると思う。あ、そうそう、あのねやることねえから、まあ、で錬金が今ほら後々になんかね、そう2月末かな、うん、なんでっていうか今やんない方がいいみたいな話になってるじゃないですか、はいはい、らしいですね、うん、だからまあみんなゴールドもね今ため時なんですよ、うん、一生懸命、だから思ったのはもう本当にもうあのゴールドクエストってまあ例えばちょっと減らしてもいいから毎週常設置いといてくんねえかな。ああ、なるほどね。ね、そうすればなんかまあいいやここでってなるでしょ。そうか、今回みたいにやることで。今まあいいやここでがないん。だからもう本当追憶回るしかないんだけど、うん、追憶のあのスタミナの減りがやしいもんだから。少ないって、ね。待ってらんねえの。やしい違うけども。でこれをスキチキを使ったら大変なことになっちゃうからね。どれぐらいですよ消費量がね。五とかのとこ回ってるわけですよ。あるあるある。うん、それをオートで例えばやってても、はい、まあ終わんねえ。いや時間はかかりますよ。結局途中で僕あの。なんつうの連戦止めちゃって、うん、違うことやってるわけですよ結局ね。長えなと思って。まあ長えなっつってスキップ始まる。意味がわからんじゃんそれ。途中までの意味。本当にやることない。だから、はい、なんつうんだろうもう結局こう何度とか出しても、うん、みんな早解きしようじゃん今。まあもう一日でね。ね攻略団が動画出してみんなそれをパクってって、はいはい、まあずっとそのループがやってるわけですよ。まあこのゲームはね。だから本当みんな終わっちゃうでしょ。はい、だから本当にやることがないってこれでいいのかなっていうのを改めて久々に思いましたよ。なんかもうどういう状況になっても結局これでいいのかタクトと。おお。と真逆だからね。このウォーク間に合わねえんだから。まあずっとね、それは言ってますからね。で、まあまあしょうがないですよ。日中外に出たりとかしないから、はいはい、そうだけど、まあ、どうしようもないんだけど、うん、何かしらあの遅れるんですよね。はい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 、あこれちょっと無理だな、厳しいなっていう。はい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 、うん、でもそのぐらいでいいんだろうなっていうね。まあ確かにね。やろうと思えば常に何かあるわけでしょ。そうです。絶対に今虚無という言葉にはならないということです、うん。これはちょっとマジと。でまあ本当にこのタクトプロ杯が、うん、まあ大不評ですよ。現状まだフェーズ2だから何にも始まってないんだけどね。まあ、もしかしたら 3フェーズ目でねなんか挽回あるのかもしれませんが。でまあでもやっぱりなんですか交換のアイテムも結局なんつうのかなゴミだと。まあまあまあね、ゴミですよ。通常というかだって誰だか言ってましたよ。あの本当に特技書でよかった特技書は入れてほしかった。これ本当にラリーホとかね。そうですね。こういうのは常に欲しいわけですよ。もう何本あってもいいですからね。そう、ね、これ何本あってもいい、はい、もう本当に ねこの一番最初はあれですよ。ラリホーの履物いただきましたってこんなもん何本あってもいいですからね。そうですこのチャンネルミルクボール多いね。ミルクボーイね僕は好きだからしょうがない。そうですねでも本当そういうことなの、はいはいはい、ストックしたいぐらいだから確かにね本当に何本あってもいい本当に1枚しかないと、はい、いやこいつ付き合って大丈夫かなって、ね、なっちゃいますから。で次のキャラがもしかしたら適正なんじゃねえかなと考えちゃうわけですよ、うんうん、はいはいはい。これやっぱね、なんだかまあ過去のね、一応今までなかったそういう錬金素材とか、うん、個人の鎧とか、まあピサロ装備ですね、あれ全部ね。私、知ってます？エスタークの装備も一緒にあったの気づきました？うん、あれ、開花。これはもう開花の予測でしょ？っていうことかなと思ったんですよ。僕はワクワクしてるんですよ。ってことは、じゃあピサロもとか思っちゃう。いや、まあね、でもそこもそう、ドリアンもそうでしょ、うん、だからまあ今までの周年キャラたちの装備がバンと来てるんで、うんうん、ただ周年なだけかも。まあ、一応ね、今のところドレア、まあピサロはこのままでね、これちょっと強くしちゃうと多分バケモンになっちゃうから、はい、うん、だからだけどまあエースタックはほら常々支えからするでしょ、うん、早くして、うん、でまあ大概そういうね予告とかもまああるっちゃあるし、うん、まあね、うん、まあどうなのかなと思うんだけど、はい、まあ何しても本当に今度ねギルド大会に頼っちゃってるわけですよ。そうですね、おお、はい、何もしてねえな運営っていう一応今のところね何もないですけども、うん、はい、そうなんですよ。だからまあ本当にねみんなが好きなのはギルド大会だから、はい、まあ、今度ギルド大会だし、うん、であとね、うん、まあいろんなことがなんか やっぱこういう虚無期間中でも、うんうんうん、まあ触ることは触るでしょ、はい、そうするとなんかまあなんつうかなんでこういうふうにしたのかなってことがまあいっぱいあるわけですよ、うん、だからそれはまあ今度次回に、ね、あ、分かりました、話そうかと。まあ、今回だから一応虚無話なのかな。いや虚無話ですよ、ね、やることね。だからもうね僕からするとタクト大喜利になっちゃってるこれ今この動画。なるほどね。話すことねえのに強引にタクトの話で結びつけてるだけだから本当はもうずっとレトロでもいいし、うん、ずっと発展場でもいいですよはいはいはい、そうね、うん、これ翼くんがもう発展場、はい、もうちょっと手応えを今感じて、ただ編集がちょっと難しいかなと。まあでも今週中にまた文字起こしがめんどくせえまあでもあれもね、うん、頑張って今週中まで出ますから、ね、すごいね。ちょっと皆さんぜひね行ってみてください発展場っていう話でいいですか。興味が、ご興味が、ご興味があればぜひトイレに行けば何かいますと、うん、これはでも本当面白い。うん、まあ別にね、面白いって言っちゃいけないのかもしれない。だからなんか難しいんですけど、その本当に面白いですよ。ガチの人がコメント来ちゃうから、そうそうそう、なんかちょっと口をね慎まなきゃいけない時もあるんだけど、まあその知らない僕らからしてみると、うん、すごい世界だ。そう、本当に別の世界だし、うん、まあ本当に迷惑は迷惑な、うん、ことをしてる方たちですからね。この1本前ちょっとね、うん、ライブで疲れちゃったなの体でまだやってないね実はこれからなんだ、ね、てかこれがなんならねさっき の1500人記念の2本目ですからね。一番元気の時なんですよ。眠てえの飯食ったから眠てえのよ。
これライブやべえなと思って。やべえじゃん、ほんとじゃん。眠てえのよ。ちょっとそれまでに目覚ましておいてくださいね。はい、じゃあ今回は眠くなる前にどうもありがとうございました。つばさチャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。